8分の12の演奏法ですが、まず一番大事なのは8分の12が8分の12にならないということなんですね。どういうことかというと、8分の12というのは8分音符が1小節の間に12個あるということです。これ全部にアクセントをつけてしまうと、いわゆる本当に8分の12拍子、12拍、1、2、3、4、5、6というふうになってしまうので、少なくとも4拍子で取れるようにしましょう。これは4拍子の取り方です。でも他にもう一つありますよね。そう、2拍子なんです。2拍子で取れるように弾けるとさらに上品になると思いますよ。この時に大事なのはですね、6つのグループになった時に必ず最後の3つすごくディミネンドをかけてあげるようにしましょう。それから、これ3つの音が1つグループになってますよね。そうしたら、3拍子の場合はですね、1、1、3となります。ですので最初のとこだけ弾くと、もうここだけでディミネンドがかかってしまう。ただこれ下の音がすごく飛んでオクターブ上に上がりますよね。ですので少しだけ2拍目を足してあげるようにするとなかなかいいかもしれませんね。そして2拍目、これアップ棒になります。でもここアクセントが来ないよね、あまり。こうすると1拍、2拍、3拍、4拍というふうにアクセントがついてしまうので、そうならないように気をつけてみましょう。というふうにできるといいと思います。3位から2小節前だけ少し違うので気をつけましょう。ここですね。今のところはどちらかというと一拍一拍と弾いてあげても構わないと思います。ただし4拍目、いわゆる3位から2小節前4小節目の4拍目に大きなアクセントをつけないように気をつけましょう。1小節目のドミソドって最初に上がります。これは聞けばいわゆる波長調の1の和音ですので、全部同じハーモニーの中に入っているので、上に向かってクレッシェンドする必要は全くない音型ですね。そしてその後のソファミディミネンドをかけて、次ですけどもシドレってつながってますよね。多少レガートに弾いてあげると前とこのと分散している感じとつながっている感じが違ってて面白いと思うんですよね。そうするとこういうふうになります。そして、最後のその小節の一番最後のソファっていうのもやはり次につながってますね。というふうにレガートに弾く方法もありますけど、小節性もちょっと考えてあげるようにしてください。ですので、そしてこの1拍目、これ1拍目を大事にしてあげましょう。
そうすると同じことをずっと繰り返していくことができると思います。2小節目がちょっとレガート気味、ディミネンドしっかり弾いてあげて、ディミネンドしっかり弾いてというふうに続けていくことができます。これは意味が変わっても全く同じにできるはずなんですね。例えば1小節目、ダウン、アップ、アップ、ダウン、そしてアップでダウン、ディミネンド、ここはイメージ、ここはアティテーション、これは先ほど言ったように小節線を感じてあげてください。4小節目のところですね。これは一つなぎです。その次、これ頭のドの音少しついてあげましょう。シェイプをつけてあげて、ミと分けて、そのまま、そして上のドへ、このドはしっかり弾いてあげましょう。そして終わりはやはりディミネンド、このスラも、こういうふうに引っ張らないで、というふうに弾けると、いいんではないかと思います。